こんにちは、三島光平です。今日もセットしながらインスタライブやっていきたいと思います。今日は軽く上げます。ちょっとやりながら質問に答えます。髪は明るくしないんですか？明るくする予定はないです。この前白髪染めしたとおっしゃったんで。東京雪降りましたか？雪は降ってないですけど雨降り、今雨降ってます。寒いです。おすすめのパーマは何ですか？スパイラルパーマがおすすめです。学校休校になりました。なんだろう、インフルエンザ。今は何色ですか？今は青を強く入れた黒。今日はこの2つで、こっちか。最近流行りの色は何ですか？最近流行りの色は暗い紫。髪が細くてワックスつけるとつむじらへんが剥げて見えるんですけど、対策ありますか？つむじ周りは重くすることってカットでもできないので、まあパーマでボリュームを出すか、そこのつむじに毛がかかるようなセットをする、分ける位置変えたりとか、かき上げてこの辺の毛がつむじにこうやってかかるようにするとか、どうしても美容室でどうにもならないものがないものはどうにもならないです。足りないとか、切られすぎちゃってるとか、疲れすぎちゃってるみたいな。今日はあげちゃうんで、もう根元の根元ぐらいからしっかりつけちゃいます。ミルクティーベージュはブリーチ何回しますか？綺麗にしたい場合は2回やった方がいいです。この半年間ぐらい、メンズの髪の長さだと半年前以内ぐらいに暗いカラーをしてると、下手したらもうちょっとブリーチ回数増える可能性もあります。
暗い髪色を入れてる経歴があるとどうしても抜けづらいので、そういう場合は回数増えちゃうので、しっかり履歴を伝えてください、担当の美容師さんに。もう髪も長いし重いのでめちゃめちゃセットしてるんです。そろそろ切らないと。ワックスしてスプレーしたらフケみたいに粉してしまうのはただつけすぎなんですか？つけすぎもあるし、使ってるものにもよるかもしれない。固まる系のワックスだと固まってから触っちゃうと、もしかしたら粉吹いちゃうかも。またスプレー何使ってるかとかにもよるかもしれないです。ちょっと長すぎるんで、ちょっと目にかけちゃう系でいきます。黒染めがすぐ落ちちゃうことってありますか？黒染めすぐ落ちちゃうことあります。市販の黒染めしたりとかだとすぐ落ちちゃいます。あとは元がどれだけ明るくしちゃったかによって抜けの速さが変わってくるので、黒染めする前にブリーチ毛でキンキンの髪に黒染め入れても、真っ黒で入れる期間って多分2週間ぐらいとかになっちゃうかも。紫って色落ちしやすいですか？紫は持ちいい方のカラーです、割と。その代わり一回入れてしまうと次のカラー色を変えづらくなっちゃうので、まあ、うちはもうプラムブラックすごい人気なんですけど、プラムブラックを一回やってしまうと次ベージュにしたいとかって言われても、ブリーチ最低2回でも大体は2回じゃできないので、脱線してブリーチ2回でやっとベージュっぽくできるようになるかなぐらいの明るさになります。なんでプラムやるとき、まあ、プラムブラックにも、まあ、プラムブラックだけじゃないですけど、結構暗くする場合、まあ、ブルーブラックとかでもそうですし、は半年以内に明るくしたくならないかなみたいなことは考えながらやってもらった方がいいです。朝ごはん何食べましたか？朝ごはん食べない主義なので食べてないです。スプレー軽く拭いていきます。1日何食ですか？1日1食夜だけ帰ってから食べます。西山さん指名で行ったら写真撮ってもらえますか？もちろん。カラー予約したけど結局カラーしないのってありですか？大丈夫ですよ。来てからやっぱりカラーやめますとかパーマやめますとか、逆にカラーやりたいですとかパーマやりたいですもん、ある程度の時間だったら大丈夫なので、まあ、ご予約何にしたかは関係なしにその場で相談してもらえば。お腹空かないの？お腹空かないですかね。空いたら水飲みます。
オーシャンのシャンプーってスタイリング剤取れやすいですか？一応皆さんそう言っていただいてますね。ワックス一発で落ちましたっていうのは結構 DM とかでもストーリー上げていただいたりとか書かれてることが多いと思います。お医者さんのカットっていくらになりますか？11,000円で、初めての方の場合はそこから 20% オフ、2回目以降で学生さんの方はそこから 10% オフ。今日の服のブランドはヴィトンのセーターにヒートテックにマルジェラのブーツカットのパンツにマルジェラのフュージョンのスニーカー。パーマかけた髪の毛、毛量を減らしたらどんな感じになるんですか？どんなパーマにかにもよるし、どうすくかにもよるんですけど、基本的には今よりもカールは多少出やすくなることが多い。スカスカにしちゃうと出づらくなっちゃうんですけど、多少の毛量調節でだとカールは出やすくなる。あとは質感がちょっと柔らかくなる、パサッとというかワシャッとというか。あとはそのセニング、そのシザーのそのすきばさみのパーセント、何パーセントのセニングデスクかによっても質感全然変わるので、まあ、それも関係します。ミシャさん風邪ひいてますか？まあ、治ったんですけど、お正月引きました。だいたい毎年1年間ぶっ通しで仕事して風邪ひかないで、長期休みの夏休みはあんま引かないですけど、お正月休みに引くことが多いです。38度6分ぐらいまで上がってました。オーシャン行くなら誰指名がおすすめですか？代表、まあ、上から代表店長、トップスタイリストみたいな感じで、まあ、とりあえず上から行ってみてくださいって。2月予約開放はいつ頃になりますか？20日付近の土日。実家帰りましたか？帰りました。いちご狩りも行きました。また大阪来る予定はないんですか？予定は今のところ立ててはないですけど、多分今年度中に1回ぐらいは行くんじゃないかなとは思います。代表は各店舗1人ですか？そうです。襟足が逆さに生えていて浮いてるんですけど、いい方法ありませんか？そこまで、まあ見てみないと分かんないですけど、そこまで範囲が広くないようだったら買っちゃう。で、上の毛をかぶしてボリュームを下げて見せる。あとは刈り上げスタイルだとちょっとシルエット崩れるのが早いので、あんま僕はおすすめしないですけど、わりかし伸ばす方をおすすめしちゃうかも。バレにくいカラーは何ですか？黒っぽい暗さまで何色かを入れる。多いのは紫、青も多いは多いですけど、青みは抜かないと発色しないので、あんまり変化が出ないかも。あとは赤系、髪質硬い人ってワックス硬い方がいいんですか？硬い方が、なんだろう、キープ力はもちろんあるので動きやすさも。でもどんな方でもワックスで髪の毛をセットすることが目的というよりは、セットした髪型を1日持たせるのが目的になると思うので、
いずれにしても初めはまあ柔らかいワックスの方が馴染ませやすくて簡単だなって思うかもしれないですけど、徐々に硬くしていった方がその最終的な目的、まずは作れなきゃいけないので、まあ、自分が作りやすいと思うような硬さでいいんですけど、あとはその何だろう、上達するにあたってって言ったらいいのかな、上手くなればなるほど硬いワックスに変えていかないと、そのキープっていう目的までは果たせないので、いずれはだんだん硬くしていった方がいいかなと思います。オーシャン特許育毛剤出してほしいです。そうですね、結構医薬品までいっちゃうと結構難しいハードルになってきちゃうんで、僕らの専門外、プールのインストラクターなんですけど、髪の毛のダメージってどれくらいでしょうか。それは見てみないとわからないです。見て触らないと。31位になります。今月16日でやばいです。体力が回復しなくなってきてます。コンビニワックスに置いたことによって年齢層が広くなってきそうですね。西野さんのカットパーマヘアセットの料金はいくらですか。カットパーマ3万円ぐらい。 あとこの太田の画像ちょっと使わない方がいいかもしれないです。この画像に関して最近出たスタッフが、なんだっけ、まあ僕の画像もそうですけど、僕ら以外に著作権がかかってるので突っ込まれたら、僕らは突っ込まないですけど、ちょっとカメラマンさんの所有物なので著作権引っかかります。しめかけさんって何歳ですか。しめは俺の2個下なので29。陽介が30になるんだ。そうですね、29。西田さん朝風呂しますか。めったにしないです。オーシャンのシャンプー購入したものすごく香りがいいです。良かったです。ハイパートリートメントって結構いいですか。結構いいです。結構とかめちゃめちゃいいです。大体月に1回ぐらい自分もやりますけど、めちゃめちゃいい。高木さんとの出会いのきっかけ、ヘア型の撮影でたまに会うとか、まあでもがっつりとかだとチョキチョキのヘアショーの時にかな。無造作と束感どっちも出やすくできるパーマありますか。まあ、基本的にパーマかけたら無造作も束感も出しやすくなるので、まあ、どちらも自然とやりやすくはなります。あとはまあどっち寄りにするかとか、ロッドを巻く時のステムって言って角度とか、そのスライスの幅って言ってどれぐらい取るか、どうやって巻くかとかによっても無造作になりやすいもの、束になりやすいもの変わってきますけど、流さないトリートメント出してほしいです。頑張ります。ピアスしないんですか。ピアスはもう入んないと思うのでしないです。服紹介してほしいです。服そのうちじゃあまた購入品
12月1月買ったもの、取れるタイミングがあったら取ります。これから染める予定ありますか？白髪が出てきた時に暗くします。パーマからストレートに戻すにはどうすればいいですか？強行突破するんだったら縮毛矯正、ただ本当にお勧めしないので、できれば長い期間をかけて切りつつ直していく方がいいです。オーシャンのポーチめっちゃ使ってます、ありがとうございます。ヘアオイル出さないんですか？頑張って出します。グレイ最高です、よかった。チョキチョキのモデルはいつやってたんですか？チョキチョキは専属じゃない普通に読者モデルみたいな時は17か18ぐらいからで、専属になったのは22ぐらいとか1ぐらいか。オーシャン東京で新しい商品出ないんですか？出ます、そろそろ出ますけど、まだ秘密です。ファッションで意識していることありますか？サイズ感ぐらい。チョキチョキの時古着メインですか？古着メインでした。まあ流行りが古着だったので古着ばっかでした。ということで営業始まるので終わります。最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画良かったなと思った方はチャンネル登録高評価ぜひお願いします。インスタグラム、ツイッター、TikTok やってますので、そちらのフォローもぜひお願いします。終わります。